ヤナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日は仮面ライダーシティウォーズ、この中から栄光のライダー対戦、これを行っていきます。まず7人のメンバーを選びました。今回はこのメンバーで始めてまいります。それではこのメンバーから始めていくわけなんですけど、まずスタート、一番最初何を持ってくるか、まあ、最初は龍騎を持ってきますけども、そのまず仮面ライダー龍騎、内容を見ていただきます。総合力が 14,700 で、攻撃力5328ありますね。あとは、必殺技2回と BC、サバイブに変身できる形でセットアップしていきました。では栄光のライダー対戦ステージ1スタートいたします。仮面ライダー龍騎でまず始まります。相手がショッカー戦闘員2匹と、クズヤミン1匹ですね。まずもう仕掛けていくのはいきなり、ドラゴンライダーキックファイナルイベントです。ファイナルイベント1回やってもう1回倒していくみたいです。ドラゴンライダーキック、これでまず1匹は倒せるんですけど、あと一撃2回倒してまず1回目のステージ終了です。1ラウンドが終わりました。では2回目参ります。2回目が5匹ですね。まずはクズヤミーが2匹のショッカー戦闘員1人です。先ほど必殺技はドラゴンライダーキックを使ってしまったので、インターバルが、あと5秒9秒ですね、残ってます。でこれができましたらまた、ドラゴンライダーキックを使います。でこれ1回使ってる間に2回目がもうすぐ復活しますので、その間に距離を取ってもう1回ドラゴンライダーキックを決めていきます。決めてあと一撃で倒すだけです。倒します全員、で新しくまたヤミーが出て、ヤミーとショッカー戦闘ですね、1体ずつ出てきたので、これはサバイブのドラゴンファイヤーストームで、倒せていきます。これはもう必殺技使わなくてもサバイブの攻撃だけで倒せていけるので、それをちょっと頼ってみたいと思います。もうただ攻撃もう普通のね攻撃するだけでもうどんどんダメージを与えてくれるんで、結構龍騎サバイブ強いです。はい、2回目終わりました。ラストステージ、ステージ1の、ラストになります。もういきなり龍騎サバイブファイヤーストームでドラゴンファイヤーストームで、倒していきます。もうあと時間がないのでね、まず攻撃だけして、普通の龍騎に戻ると思いますので、これで時間に1回戻ります。戻ったところで、ドラゴンライダーキックを倒していきます。1匹倒れて1匹残ったら迎えてドラゴンライダーキックで倒します。で残ったのがカシスファンみたいだけですね。これがラスボスになります。で、TRK トリプルライダーキックを1人でやります。それで、TRK の龍騎のライダーキックでまずダメージを与えます。ダメージを与えたところでもう少し時間が経つところでもう一回サバイブに変身できます。もう一度 BC の龍騎サバイブに、ここでチェンジします。チェンジしたところでこれでドラゴンファイアーストーン、これをまず1回目で、今 A ラッシュをかけたのでインターバルが短くするとも、もう一度いきますね。ドラゴンファイアーフォームで、倒しました。これでライダー対戦のステージ1クリアしました。以上でございます。